で、まあ、関心の食い違いの問題というのは、その哲学との提携先の関心がですね、まあ、一致して、まあ、応用哲学が始まるというのはなかなか起きないんですね。で、特に私は例えばその科学哲学ではやっぱ科学哲学を先にやっていて、その中の延長で、まあ、科学哲学をやっている。で、そういうところで、まあ、応用哲学になんかに参入していくとですね、その、まあ、関心の相互というのが起きます。特にその提携先の人はですね、特にまあ哲学との連携に積極的な人が哲学に対して持つイメージとか哲学に期待するものが、まあ、哲学の側からの問題意識と違うことがある。で、そのよく今回 の応用哲学会でも、まあ、いくつかセッション参加させていただいて、その例えばその科学哲学にその知識学の人が求めるものが必ずしも科学哲学者が関心を持ってきた場合と違うと、まあ、それはもちろん科学哲学者が関心を変えるとかですね、そのそういうところもあってもいいわけですが、とりあえず出会いの場では例えば向こうの人が関心を持っている問題と科学哲学者が関心を持っている問題が違っているっていうことがよく起こります。で、まあ、線引き問題に関して言えば、その、まあ、哲学者ってすごい消極的になりがちだと。要するにあんまりその積極的なことを言うとですね、その上げ足取られるんで、まあ、消極的なその守りの主張をすることが多いわけです。でもその実際問題としてその考えたときに、例えばその必要十分条件を考えました。で、必要十分条件はないですね。で、それで話が終わっちゃうかというと、実際問題としてはそれでは困るわけで、というかむしろそんな科学か科学じゃないか過不足なく示せる基準なんて実はいらなくって、むしろ十分役立つその目安みたいなものがあることがよほど大事だということで、まあ、だから例えば線引き問題一つとっても、その哲学の側から来た関心と実際問題から来た関心が結構ずれることがある。で、まあ、倫理学の方でもそうですね。まあ、これもよくその応用倫理、特に技術者倫理なんかの話をしているときによく感じるんですけども、倫理学者ってそのなんか難しい問題が好きなわけです。ジレンマが起きてですね、その1人を殺すか5人を殺すかどうする、どっちを選ぶみたいな、そんな話とかですね、人間と人間じゃないもの境界はどこみたいな話とか、そんな何というか判断の難しい話が好きなんですけども、実際の場ではそんなことにはどうでもよくて、むしろ答えがもう出てるんだけども、それどうやって実現したらいいのとか、どうやって教えたらいいのっていうところに関心があること。で、特に技術者倫理ってそういうところに関して例えば安全が優先対処されるってことは、もうこれは決着ついてる、まあ、誰でも認めることなんだけども、それをどうやって教えたらいいのか、それをどうやって実現したらいいのかということに関心があって、で、その、まあ、哲学者の関心とずれてしまう。で、まあ、哲学者は期待に応えてくれないとか役に立たないという評価を受けてしまうということはよくあります。で、はい。で、まあ、ただまあ私はだから そこでまあ場面によっては確かにそうだなということで、もちろん自分の関心を変えることもありますけれども、必ずしもでも実践的な問題の方が実践的に適用できるものの方がいいとは思えないなというのは、これが私の、まあ、哲学者としての、まあ、なんというか拠り所というのが、なんかその譲れないところといいますかですね、まあ、実践的であるために、まあ、トレードオフされるところもいろいろ、一般性であるとか慎重さであるとか確実さであるとかですね、まあ、いろんなものがもう実際の問題に役に立つということに関心を持つと、そういうところが取り除かれることが、まあ実は昨日でしたか、神崎さんが同じような関心の発表されたんですが、まあ、私なりの言い方をするとこんな言い方になります。で、まあまあ、だからその科学とは何かとか、その倫理とは何かとかっていうことを考えるという関心から言えば、その実際問題に役に立たない話をするというのは、これはだからその関心にとっては重要だと。で、まあ、だからもうお互いの関心を踏まえて、まあ、なんというか、まあ、お互いにだから役に立つ部分はお互いに必要なコミュニケーションをして、まあ、翻訳をするというのは、そういう、まあまあ、一種のいろいろとコミュニケーション的な関心というか、ものの見方というのが結構こういうところでは大事なんじゃないかな。で、まあ、お前役に立たないことやってるぞとか、お前のやってることはなんか全然その理論的に深みがないぞとかって言ってけなすんじゃなくて、ああなるほど、あなたはこういう関心持ってるんですねと。で、その関心から見たら確かに世界はこう見ますね、ああなるほどなるほどって言って、お互いのことを理解することから、まあもっとなんというか有効な協力関係が生まれたりということはあると思います。なので、まあ、ここで、まあ、その異文化コミュニケーションとして、まあ応用哲学というのを考えるって大事ですねということを言いたいと思っています。で、
まあ、その提携先の分野に何それつまんないとかって言われてですね、その、まあ、有意義さに自信を失ったりとか、まあ、その、まあ、あるいはその相手の分野に内在する問題から、まあ、出てくる研究こそが真の哲学だと、まあ、いうふうに思うわけです。で、まあ、そういう人がいるのは結構なことですけれども、でもそれはだから、それはいいことなんですけれども、それっちらの方が優れてるって言われてしまうと私はちょっと抵抗します。